マトラ・シムカ・バゲーラは、フランスの自動車メーカー、マトラ社が1973年から1980年まで生産したスポーツカーである。1980年モデルのみ、シムカのブランド名が消滅したためタルボ・マトラ・バゲーラと呼ばれた。社名の、バゲーラは、英国の小説家、ラドヤード・キプリングの小説、ジャングル・ブックに登場する表の名前、バゲーラに由来すると言われる。 マトラの自動車部門は1969年以来、シムカの参加にあったが、同社が生産していたユニークなニップラスニュミッドシップ、スポーツカーのマトラ M530 のエンジンは、フォードタウンスの V4 エンジンで、シムカの親会社、クライスラーのライバルのものであった。このため、シムカ FF 社のエンジンを用いた、より実用的で安価な後継車開発が急がれる、こととなった。 1973年4月に登場した最初のバゲーラはシムカ 1100Ti の 1294cc エンジンを84馬力まで軽く中運し、その4足ギアボックスと共にミッドシップに配置したスポーツカーであった。このクラスのミッドシップエンジンの普及型スポーツカーは前年にデビューしたフィアット X1Q に次ぐものであったが、歴史的にシムカとフィアットは 関係が深く、バゲーラのベースであるシムカ1100は、X1、Q のベースであるフィアット128の強い影響を受けている。しかしさすがは、独創的な設計を得意とするマトラらしく、車体は、スチールモノコックに、FRP の外皮を被せたものであり、座席は横3人掛けというユニークなレイアウトであった。設計途上は、第二次世界大戦前のパナールディナミークのような、 中央ステアリングまでも検討されたと言われる。サンドアクーペのボディはこのため、全幅 1735mm と当時としては、幅が広く、ハッチバックスタイルのためトランクスペースも十分、周囲の視界も良好なものであった。1975年には 1442cc、90PS の高性能版、S が追加された。なお、 発売当初は 1300cc エンジンを縦に2つ並べた夕方エンジン 2600cc168 馬力モデルのバゲーラ U8 も計画されたが第一次石油危機により開発は中止された。1976年に大幅なスタイル変更を受けてマーク2に発展した。その後1978年にダッシュボード変更。 79年にドアハンドルを常識的なデザインに変更する等の紹介料を受けつつ1980年まで生産され、無礼なに世代交代した。7年間に47,802台が生産された。この間、アンドレ・クレージュがプロデュースした内外とも白ずくめのバゲーラ・クレージュや、逆に黒基調のバゲーラ X などの特別使用車も作られた。 日本には1960年代以末に国際工業が撤退してからシム化の輸入代理店がなかったこと 1300cc で3ナンバーになるのが当時の税制では非常に不利であったこと対米輸出が行われておらず排気ガス対策が困難であった等の悪条件から正規輸入は行われなかったしかし当時活躍していた並行輸入業者オートロマンによって少数ながら 並行輸入された。二元車別冊 CG 自動車アーカイブ80年代のフランス車編。ありがとうございます。